さあ 2回目はいやりましょう。はい、お願いします。なので、はい、ベンチから、はい、行きましょう。あ、そうそう、あの、そういえば、ハヤトは即興劇の、はい、なんだろう、あの、即興劇のコンペ、違うな、なんて言ったらいいんだろう、あの、グループに分かれて即興劇をやって、そこで勝ち抜いていくという、昔は第三水曜舞台、こんなはずじゃなかったかな、ちょっとあの間違ってたらすいませんっていうのがあって、はい、で、あの、今年もあのやるんですけど、ハヤトくんがそのメンバーに、入りました。ありがとうございます。あの、ゼネラルマネージャーは、阿部美穂さん、はい、で、まあ、チームを編成して、あの、まあ、10人ぐらいかな、1チームになって、でそこが舞台で、まあ、即興劇やって勝ち抜きそうみたいなやつなんですけど、はい、まあ、あの、5月26日が初戦があって、多分、はい、まあ、あの、呼ばれると思うんで、はい、頑張ってください。頑張ります。で、ゴルフも頑張ろう。頑張りますということでじゃあ、はい、この間やった、あの、ウェッジでやったじゃない、はい、あれをちょっと復習しましょう。はい、ちょっとやってみてください。覚えてる？覚えてます。ちょっとあれをね、もうハヤトのためだけに、あの、上げてるから。いや、YouTube、ありがとうございます。ありがとうございます。上がりました。上がった。はい、体回転するだけ。そうそうそう。おー。そう、手を使っちゃうと当たんなくなっちゃうから。はい。そう。うん、そう、いいね、いいね。だいぶ感覚が出てきたような感じ。はい。じゃあ、はい、よし、じゃあちょっとおいで、それに、はい、今度は下半身の動きをつけよう。今やっぱ下半身が結構フリーに動いちゃうから、はい、やっぱり、あの、落ちるところが一転してない、はい、なんで、そしたら、あ、動きいいね、決まってるね。そしたらこれを今度入れ替える、そう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 。だからどっちかというと、こうしたら、今最初の姿勢はこうなのよ、ちょっと左膝前で、はい、で、そしたら今度はだからこう出ればいいわけ。こっち、今こうなってるものをこう出ればいい。はい、前、今、そうそうそう、これやって、いいよ、やって、はい、バックスイング、はい、決まったら今度はこっちへ出てくる。はい、ああ、そう、こっち、そうそうそう、はい、でちょっともう前傾して、軽くして、はい、はい、バックスイング入れて、はい、入れた、はい、そうそう、はい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 、コンパクトなバックスイングから足決めて、そしたらさ、もうちょっと体を、そうそうそう、そっから、はい、打つ、ドン、そう、そうすると当然距離が伸びるよね。はい、だから手は使ってない。うん、そう、そう、そこでグッといって、そう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 、はい、そっから下半身だけ使って、ドン、そうです。もうこれでいいのよ、基本もこれ、はい、これこれです。はい。だからもう今日は手を、まあ、1回目はこうやってちょっと左右の手の使い方学んで、はい、で今日はちょっと足を
足のまあ動かし方の原型を作ってます。だからもうそれに足をもう打てちゃうってことが分かるじゃん。はい。もう要するに自分で手で変なことしなければ、はい、もういい当たりでフェースにちゃんと当たるから、はい、まずそれを覚えて、そしたら今度はもうちょっとバックスイングを大きくしていくんだけど、今日のところはそこできっちりと相手を使わずにボールとコンタクトする練習。そうそうそう、できるようになってきたな。できるようになってきた。うん、おお、いいね、いいね、いいね。かなりまっすぐにね、今すごいいいよいいよ。 体勢もすごく崩れなくなってきた。うん、 OK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 、OK、本当に本当にグー。いや、めちゃくちゃやばい。もう、はい、じゃあ今日は終わり、はい、終わりというか、あの中継終わり、はい、また次回はね、まあ、だけどもうこれ原型なんで、はい、多分これをコツ掴んだらもうあと別にただ下半身使って強弱つけるだけなんで、はい、分かりました、うん、いやでも今日気持ちよかったです、ね、飲み込み早い。いやいや、ありがとうございます。なのでちょっと引き続き部活を続けます、はい、頑張ります。あのそう、舞台ね、もしあれだったら、はい、あの多分あのあれコロナで40人しか会場入れないんで、はい、ちょっとチケットはちょっとあるか分かりませんけど、あのウェブで見れるそうなんで、もしちょっとあの概要欄に告知貼っておきますんで、はい、よろしければハヤトの勇姿を見届けてください、はい、ということでまた。